ラジオネーム、シカちゃんさんですね、裁判官に専門性がないことが冤罪を生んでいるのではないでしょうか。 裁判官は法律の専門家ではあっても、科学的データを解釈したりするのは苦手だと思います。科学的データの解釈が苦手なために、組織的にプレゼンテーションを訓練されている検察官にまんまと騙されたりして。冤罪に加担してしまっているような気がします。そこで提案です。理系の博士号を持つ人を裁判官として採用したらどうでしょうか。この理系文系問題というのは、はびたまり。話題になりますけれども。 そうですね、ただ、DNA 鑑定自体の,その精度はまあ高まっているのは事実なんですよ、はいで、それは科学的なことをあの分かっている人の方が理解は進むと思いますが、えー、結局はですね、じゃあ、DNA 鑑定制度を進んだら、もう冤罪とかは起きないと、まあ、そういうふうに思うかもしれません、例えば犯人はピタリと当てられるし、逆に冤罪だったらピタリと当たるかもしれないと思うかもしれませんけれども、えー、DNA 型の鑑定をやるのはやっぱり人ですよね。はい、とそこには当然いろんな作為例えば わざと、あの、こういう鑑定を出すってこともあり得るし、えーはい、あるいは失敗ミスも当然あり得るし、し機械の操作ミスなくしてしまうとかあり得るし、それから、あの、資料がちゃんと残っていなかったとか、資料に他の DNA が混ざってしまったとか、えー、もういろんなことが考えられて、それは全て人であるがゆえのミスなんですね。で、それを見抜くのは、別段理系じゃなくても、逆に言うと、そういう目で見れば、僕は見抜けるんじゃないかと、別に DNA 型鑑定 規定の規則ではないんじゃないかと思うんですけどね。うどうでしょうかその辺はそれとあれですね理系といってもいろんな分野ありますからね、はい、あらゆる 理系の問題が全部わかる人ってありえないですよね。毒物の話とか、<laughs> 遠隔操作の話もそうですよね。そうなんです、そうなんです、だから理系の人を入れればね、えーそう、3人のうち1人理系がいれば、絶対大丈夫だということにはならないでしょうね、えーまあ。裁判官は、まあ、確かに理系は苦手なんですけれども、ただ、まああの、ある程度の理解力はあると、そういう人間を採用してるはずなんで。えー みんなが一生懸命やればね、なんとかなるんじゃないかと私は思ってたんですけど、うんうん、そうでないやつがあるのでね、はいえー、なかなか難しいもんですね先ほどの崎山さんの、ね、話でも、その証拠の開示の段階から、そのすべて作為が関わる余地があるので、もともとのシステムの方を見直さないで、<う>人だけ変えても悪いシステムは残るということですよね。特特ににこのね袴のねねで見てるとあの特にカラー写真 着衣のカラー写真を、ね、隠しちゃったと、えー、隠していたというのが、私は決定的だと思いますね。あれをね、えー、確定裁判の段階で出していればね、いくら裁判官ばかでもね、赤い血がね、<laughs> 一 <laughs> 年何ヶ月も経って違うかいっていうことは考えられないわけですよ。<ー>その程度の知識はありますよ、裁判官だって。だから、それをね、それに気づかないということはありえないんで、んあれを隠しちゃったのが私ね、決定的だと思いますね。今回その、まあ、最新のあり方についてまあ考えていますけれども、後半引き続きですね、まあ、捜査の観点を含めて、司法の問題点、どういったところにあるのか改めて考えていきたい。